日本東京都足立区港北港北は東京都足立区西部の町名。港北1丁目から7丁目まで存在する。郵便番号は123-0872。足立区西部に位置する。隣接する地域は、北は谷在家及び鹿浜、東は西新井及び西新井本町及び大木、南は大木、西は堀の内及び椿。足立区南部を流れる。 1> 第1級河川荒川放水路の東岸、小愚橋通りの西側に位置する町が港北である。南北に細長い町域を形成しており、地区北部を貫7通りが、東西に横断し、地区を南北に分断している。貫7通り以北の港北6丁目及び港北7丁目は、比較的と地区核整理事業が行き届いているため、東西、南北に直線的な道路が整備されているが、 関七通り以南の江北一丁目から江北五丁目の地域は昔ながらの街並みが広がり、細く曲がりくねった道が多くなっている。もともとは、足立区西部地域の例に漏れない、鉄道空白地帯に属していたが、2008年3月30日に、日暮里、トンネルライナーが開業した。抗義の江北の範囲は、かつての東京府南足立郡江北村に相当する。 旧江北村は、現在の町長名における江北をはじめかが、皿沼、谷、在家、鹿浜、椿、堀の内、新田、宮城、小田を領域とした。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、江北後の3の3の地点で23万5千円、平方メートルとなっている。現在の江北地域は主に、江戸時代の沼田村、 高野村の領域に相当する。広北の地名は1889年の町村静志向で沼田、鹿浜、新田、賀、皿沼、高野、谷、在家、宮城、小台堀の内の旧家村が合併し、広北村を形成したことに始まる。広北の由来は荒川の北に位置していたためであるという。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。 教育 ABE、足立区の町定別の世帯と人口。足立区。2017年12月7日閲覧、AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月7日閲覧、市外局番の一覧。総務省。2017年12月7日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、区立小中学校の通学区域表。 通学区域図、足立区、だ2017年12月7日閲覧、学校選択制度について、足立区、く、2017年12月7日閲覧、小学校の学校選択制度の改正について、足立区、く、2017年12月7日閲覧、ありがとうございます。